地球的な概念を外す、はい、だから地球人の前にみんな宇宙人でしょっていうね。こんなに何か感情が反応する、しかも意味がわからないのにっていうのは、うん、私正しいのなのかなって思った時があったんですよ。10年後ものすごいそれ逆に怖いですよね。そのままで行って全く自分が望まない方にどんどん行っちゃう自分も怖いし、うん、じゃあなんか一歩踏み出そうかなっていうことですよね。ちょっとスターシードの皆さんだったら分かってもらえるかなと思うんですけど、結局そのうまくいかないっていう現実を見ながらも、うん、どっかで宇宙を信じてるんじゃないですか、うん、そうそうそう。はい、始まりましたスターシードチャンネルということで、よしです。今日はスペシャルゲストにお越しいただきました、スピリチュアル YouTuber のキコさん、お願いします。よろしくお願いします。ですね、この前ねたまたまこう共通の知り合いの方が出版されて、はい、そこで初めてね、はい、お会いしたんですけど、でそこでねいろいろこう話を聞いてると、なんとねものすごい、はい、ものすごいことがね分かったんですよね。はい、でちょっと冒頭にちょっとね、お聞きしたいんですけど、キコさんはねもともとあれですよね、はい、そう結構固いお仕事されていて。そうですね、もともとは証券会社で仕事をして、はい、で、まあ、結構転職とかいろいろしてるんですけど、うん、エステに転職して、はい、エステサロンで独立して、うん、その後スピリチュアルカウンセラーをやり、はい、今スピリチュアル YouTuber みたいな感じで、ね、変わってきてますね。すごい、はい、で僕もね YouTube をこう拝見してて、はい、すごい分かりやすいなっていうか、はい、まあ、具体的だなっていうふうに思っているんですよね。でそこでちょっと話をさっきのね、はい、ものすごいこと分かったっていう話にしたいと思うんですけど、もともとキコさんが全くね、はい、こうなんだろう、こう落ち込んでた時っていうか、先ほどお話ありました、あの辺ちょっと教えてください、はいはい、私 YouTube をやる前に、うん、まあ、自分が YouTuber になる前ってほとんど YouTube を見る習慣がなかったんですけど、うんうんうん、そのさっき言った遍歴の中に、うん、私その、スピリチュアルカウンセラーになるかならないか、まあ、エステからスピリチュアルカウンセラーに移行してるぐらいの時に、うん、まあ、ちょっと、まあ、啓示というか自分の魂の声を聞いてというか、うん、それで、まあ、韓国に移住したことがあるんですね、うん、でその時に、まあ、本当に、まあ、好きなことをして自分の本音に従って生きていくって決めて、うん、韓国に行ってでこうスピリチュアルカウンセリングをして生きていたっていう期間があるんですけど、うん、でももう全然最初うまくいかなくて、うん、で海外で頼れる人もいなくてお金もなくてみたいな時に、うん、なんとかこう SNS で発信してお客さんを呼ばなければって思うんですけど、はい、もうなんかこう自分が辛すぎて、うん、前向きな発信とかをできなかったんですよなかなか、うん、でちょっと整えてから書かないとなとか思いながら、うん、YouTube を、まあ、その見るようになって、韓国のテレビとかもよく分かんないしと思って、うん、YouTube を見てた時期があったんですけど、うん、はい、でその時に私がよく見てたのが、うん、こうスピリチュアルのこう情報、バシャールの情報とかがこうテキストでこうスクロールしてこうゆっくり流れていくっていうのを結構毎日見てたんですよ。そうそう、でぶっちゃけそれがどんなチャンネル名だったか何にも覚えてないんですけど、なんとなくおすすめ出てくるのを見てたっていう時期があって、で私今回まあヨシさんと対談させていただくってなって、やっぱスターシードチャンネルだからスターシードのことを思った時に、私普段自分のチャンネルではスターシードの話ってほとんど、まあ多分1回もしたことないか、あっても1、2回ぐらいしかなくって、それぐらいあんまりそれについては詳しくないんですけど、私の経験の中で1個スターシードといえばって思う出来事があって、でそれがその韓国ですごい辛い時に見てた時に、そのテキストが流れていくのが出てた時に、なんかある突然流れた動画が、この動画を見たあなたはスターシードですっていう動画があったんですよ。え、何それと思って、で私すごい現実主義なので、もともとスピリチュアルあんま好きじゃなかったのもあって、そういう言葉がちょっと抵抗があるんですよ、いまだに。なんかそこの言葉にこうなんかすがってる気になっちゃって、アイデンティティをそこでこう求めてるような
気持ちになっちゃうから、あんまりこうスターシードとか例えばツインソウルとか使命とかそういうものにあんまりこういい印象がなかったんですけど、なんか出てきたと思って、普段の私の思考だったら見ないのになんか見ちゃったんですよ。それは見ちゃって、そしたら涙が止まらなくて、本当に止まらなくてちょっとおえつするぐらい泣いたんですよね。それがあの韓国の個室カフェみたいなところでもうすごい怪しかったと思うんですけど、わーわー泣いてっていうのがあって、でもただ出会っただけならたまたま AI がとかっていうのも考えられるけど、こんなに何か感情が反応する、しかも意味がわからないのにっていうのは、私スターシードなのかなって思った時があったんですよ。っていう話を、ね、先ほどねさんにしたら、それ僕が作った動画かもしれない。まあこれはだからスターシードチャンネルやる前に、はい、こっそりね、僕顔も名前も出してませんけど、自分で自分のためにこう動画を作って毎日投稿してたんですね、はい、でそれがさっきのまさに動画なんですよっていう、すごすぎませんまさにね。でなんかでその時にもなんかその時やってる時にもなんかわからないけど、僕も自分で自分のために作ってるのになんか作らされてる感もあったので、多分そういう意味があったのかもしれないですね、はい、いやすごすぎる、本当すごい救われました。よかった、ね、そう。そしてね、あの、まあ、スターシードっていうのは一体何なんだろうってね、そこの辺から少しなんかね、はい、話をしたりしようかと思うんですけど、はいはい、まあ、一応あの 僕もね、やっぱりこう現実をやっぱりすごくね、どうしたらいいんだっていう風にやってきた人なので、はい、まあ、どっちかっていうとこうね、宇宙とか、ね、そういったなんだろうっていうそのふわふわしたっていう感覚に、ね、思われると思うんですけど、そうじゃなくて、自分の中でね、ものすごいどうやったら現実うまくいくんだろうってすごい、もう子供、小学校の時からね、小学校の時にあのね、夜逃げして、あの一家で夜逃げして、はい、でそこからずっとね仕事をやってきましたけど、どうやったらいいんだってやってきた、それをまあ自己啓発もそうだしマインドもそうだしやってきたんだけど、まあ、最終的にあ、これ地球的な概念にめっちゃハマってるからダメなんだっていうのに分かったというかね、そこが一番いいなって僕は思ったんですよ、はい、それはいつぐらいに気づかれた？それはね、でもね、今から6年7年ぐらい、あ、スターシードって言葉自体は7年ぐらい前かな、多分。あ、そうなんですね。7年ぐらい前、あ、これだなって思って、だから地球的な概念を外す、はい、だから地球人の前にみんな宇宙人でしょっていうね。そうですよね。だって宇宙人で、さらにね、あの日本の中の東京育ちみたいなね、うん、そういう意味で宇宙の中の地球だから、うんうん、でそこにただ気がつくだけでいいんだなっていうのがあったから、まあ、スターシードっていうね、こういうコンセプトをどんどんみんなにね、あの知ってほしいなと思ってるんですね。そう。そしてね、そんなスターシードはやっぱり、さっきね、スターシード、はい、スターシードですよねって話になったんですけど、そう、私その、うん、自分がスターシードかどうかちょっとわからないんですけど、はい、っていう、まあそのちらほら言われたりはするんですよ、うん、キコさん前世どこどこのなんか宇宙人ですよとか、なんかそういうことを言われたりとか、うん、なんかあのスターシードだよって言われることはあるんですけど、うん、なんかそうなのかなっていう感覚だったんですけど、あの自分自身がすごい現実的だから、なんかその宇宙語が喋れるとかもないですし、なのかなとかも分かんないんですけどって言ったら、いやどう見てもスターシードですよって、普通にスターシードですねってその話の流れの中でね、納得しちゃったところありましたもんね。普通っていうか、それにそこがなんとなく全く情報も入らなかったり、こう全く理解できないっていう人はまあ、ね、なかなかその宇宙由来がちょっと薄いんですけど、なるほど、じゃあそういう動画が仮に目の前に現れても、見ようと思わない、完全に見ようと思わないし、その情報が入りませんね、全くね。そう何言ってるんだろうってなっちゃう、なんかもう聞こえないと思いますよね、もう。いや本当に見えない、なんか何言ってるんだろうっていう自分がいるのに、すっごい腑に落ちる感覚があったんですよ、わかる、なんかそうだと思ってたみたいな感覚があって、不思議な体験だったんですよね、私も。すごい。そしてね、やっぱりこのスターシードの、こう皆さんがね見てくれてるんだけど、やっぱり現実主義っていうね、はいはい、このキコさんのこの
やっぱり現実をどうやったら具体的にいいんですかっていうのがね、はい、この本もすごくね分かりやすくて僕も読まさせてもらったんですけど、ありがとうございます。やっぱりねこうなんか、まあ、今日ね初めてのスターシードだったっていうことに気がついちゃった秋子さんとしても、はい、そういう感覚でどうやったら具体的に現実化できるんですかっていうのをちょっとコツを教えてもらいたいなと思ったんですよね。それ、はい、ちょっと今あの話してて思い出したんですけど、うん、私すごくもともとアンチスピリチュアルぐらいスピリチュアルがちょっとあんま好きじゃなかったし、はいはいはい、現実すごい現実主義なので、だから自分はその宇宙人とかスターシードじゃないって思ってた時期があったんですけど、なんかある時ふと人に言われて、あ、すごい腑に落ちるって思ったことがあって、その宇宙人とか、まあ、スターシードって言われてる人たちってやっぱり地球で生きづらいじゃないですか、で感覚が別に間違ってるわけじゃないのに間違ってるように言われちゃったりして、すごい生きづらいからこそ、なんかその人たちが意味を持ってここに来てるのに、地球に来てるのに苦しんで終了って意味ないなって。だからそういう人ほど現実をこう動かしていい風にしていかないといけないのに、そこまでいけなくてこうちょっと落ち込んじゃったりとか塞いじゃったりして、なんかちょっとネガティブな方向に行っちゃってることって多分少なくないなって。確かに今輝いてる方でも人生のでそういう時期があったりとかするじゃないですか。だからそういう人たちに、いや現実をちゃんと生きたらスターシードとかその宇宙人みたいにちょっと人と違う感覚を持ってる人ってすごい絶対いいはずだよっていうことを多分めちゃくちゃ伝えたいんだろうな自分はって思って、それ言われそうなんじゃないって言われてすごいって思ったんですよ。だからなんかそういう感覚を持ってる人ほど本当あれですよね、スターシードの人とかもこうそれを伝えるために来てるって言われてるじゃないですか、ね、でも伝えるために来たのに辛すぎて誰にも会いたくないとかってなっちゃってるとすごくもったいないなと思って、で私はやっぱりそのスピリチュアルってこうふわふわしとけばしとけるものっていう感覚、その知識を言えるだけとか、ちょっと自分を楽にするツールとして使うこともいいと思うんですけど、やっぱり現実を変えて初めて、なんかこう自分自身も幸せだし、その何そのふわふわしてるあなたの感覚変だよみたいな常識から外れてるよって言ってる人たちもなんかそれでいいんだねって見てくれるんじゃないかなと思って、私はすごく現実を変えるっていうことに重きを置いてるんですよ。だから何だろう、私も社会不適合なので全然会社員とかできないんですけど、でもやってましたよね。でもね、もう辛かったです本当に。まず朝起きるの辛いし満員電車辛いし、で何が一番辛いってやっぱりその社会で生きていくのってルールがすごくあるじゃないですか、しかもよりによって証券会社ってかなりルールが厳しくて、ね、厳しそう、はい、で多少のルールはしょうがないと思うんですけど、なんか特に厳しいですよね、そのお金を扱うところなので。なんでその仕事をする上でもっとこうしたらいいんじゃないかってアイデアがどんどん私湧いてくる方なんですけど、そういうアイデアがあっても全部それは社長がいいって言わないとできないよとか、なんか金融庁がいいって言わないとできないとか、こうルールがあるからダメって、もう本当に出したものを全部ルールだからダメって弾かれちゃって、でちょっとこう打つ一歩手前ぐらいまで、もう私じゃあどうやって何のために生きてるんだろうみたいになっちゃって、でそのルール通りにやったところでうまくいかないから提案してるのにってなっちゃった時があったんですよ。でもやっぱこのなんかみんなが思いつかないアイディアとか、なんかそれみんな当たり前にやってるけど変だよねって、で納得してないとやりたくないっていう感覚を持つのって、多分このスターシードの方とかって多いんじゃないですか、ね、そう、ほぼ 99%、 そうですね、そうですよね、はい、だからそれをなんか無理やり社会の枠とか会社のルールとかに当てはめるから苦しいんじゃないですか、だから私本当にそういう人ほどなんかこうそこからはみ出して、自分を貫いて自分のやり方でやっていくとすごい開花すると思ってて、だから私もこう独立して今こう YouTuber をやったりスピリチュアルカウンセリングをやらせてもらってて、いや最高に幸せってなってるんですよ。会社にいたら絶対もう今頃多分本当にうつ病になってたと思うんで、そこのでもちょっと勇気がいるとは思うんですけど、その勇気さえ出したら本当になんか輝ける場所でめちゃめちゃ輝くし、
こうすごいなんか独創性とかオリジナリティみたいな、その人と違うからいい、人と違うからダメって言われてたのっていうところに、なんか環境を変えたりとか行動を変えたりするだけですごい変わるし、結果お金ついてきたりとか、なんかこうあの気持ちもすごく変わって、人も関わる人も変わったりとかして、全部がうまくいったっていう感覚がありますね。そうね、まあでもね、とはいえってね、とはいえこう見てる人は、いや、それやりたいけどそんななかなかそんなうまくいかないんだよと、もうどうしたらいいねんっていうのをね、みんなこう思ってる人も多いと思うので、そうですね、なんか一番これコツみたいな、なんか具体的なものってあるんですかね。そう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 、あ、そうですね、なんかそのある程度は我慢できちゃうと思うんですよ、そう、納得できてないとかルールの中でも、でも私はこの我慢すればまだいけるけど、でも本当は嫌だってなってる時に、自分がする考え方があって、あのこれを仮にあと10年やって、10年後の自分はどれくらい違っているかなって思うんですよ。今目の前の選択で言うと、あのこれを我慢する辛さより新しいことを始める辛さの方がちょっと勝っちゃったりすると思うんですけど、怖さとかが、でもじゃあそれでやって10年後って思ったら、多分すごい差が開いてると思うし、で仮にじゃあ新しいことを踏み出してみて失敗しましたってなっても、やってみたけどダメって分かったから結局戻ってるのと、一度もチャレンジできなくて10年経つのとって多分違うなと思ったんですよね。っていう考え方をして、ちょっとでどうするのって自分に言ってあげるっていうのはやってますね。だから10年後ものすごいそれ逆に怖いですよね。そのままでいって全く自分が望まない方にどん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 行っちゃう自分も怖いし、じゃあなんか一歩踏み出そうかなっていうことですよね。そうですね、でそこでね、じゃあ具体的にこう SNS とか YouTube とかね、こうどん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 こう伸びてこうやられていると思うんですけど、それなんか最初になんかね、なんていうか、どういう感じでやったらいいんですかね。例えば今から一から始める人だったら、私は本当は、ブロガーになりたかったんですね最初。ブログを書いていたんですけど、全然何も、あの頑張ってればあのおすすめとかに乗って、とか誰かに拡散してもらっていつかバズると思ってやっていたんですけど、何にもならなかったんですよ。でとりあえずできること全部しようと思って、じゃあブログがダメなら、ツイッターをやって、ツイッターダメならこうライブ配信をやってみてとかいろいろやったんですけど、でもやっぱり全部ダメ で、YouTube も1年ぐらいは全然見てもらえなくてっていうのがあったんですよ。でもなんかここでちょっとスターシードの皆さんだったら分かってもらえるかなと思うんですけど、結局そのうまくいかないっていう現実を見ながらも、どっかで宇宙を信じてるじゃないですか。だからなんかそのこのうまくいかないことも何か意味があるんだろうなとか、こうなんかうまくいくための過程なんだろうなって思うもう一人の自分がいたりしますよね。だからその自分をこう信じて、こうブレるんですけど、もうなんか目の前のことを見ると、金ないとか家賃どうしようとか、友達はもうあんなに稼いでるとかっていうのがあるんですけど、いちいちその宇宙の視点にこう戻るっていうことをやって、だからどっちかっていうとうまくいってない時の方が私はよくその視点をこう思い出すように意図的にしていて、なんかこう自分の人生をちょっとじゃ あの宇宙の視点で見た時に、自分が魂の状態で仮に自分の今の人生を決めてるとして、決めてると思うんですけど、として、なんでわざわざこの辛い時期を設定したんだろうとかっていう仮説を立ててみるっていうのをよくやっていて、そしたら大ブレイクするんだったら、ちょっとこういう苦しい期間あった方が後からドラマチックだよねみたいなことを、あ、それはいいですね、わかりますね、します、そういうの、この考え方、まさに僕もそればっかり考えてる。あ、そうなんですね。だから全部なんかね、こうそういったなんか辛さとかね、そういう出来事が全部がもうなんか宝物みたいになっちゃいますもんね、後々。その時辛くても後から、だからみたいなね、そういう、じゃあ皆さん見てる人も、そのなんか今なかなかうまくいかないんだよと、でさっきのまず一歩を踏み出す勇気のコツは分かったし、じゃあなんかやってみようと、でやってみたけどなかなかうまくいかないっていう人もいるけど、それはまさにその
壮大な人生のストーリーの中で言うとちょっと面白いじゃない、はい、そっちの方がっていうね。そうですね、うん、なんかこうわざわざ地球に来た意味とかを考えると、はい、多分そのパッとはうまくいかないことを体験しに来てるんだろうなって、うん、思うので、そうそうそう、1年ぐらいくすぶってみようって設定してきたんだろうって思って、うん、まあ、その自分が何年設定したかがわからないから辛いんですけど、まあ、やってみようと思ってやっていったらどっかで終わると思うので、その辛いとかうまくいかないが、うん、何かが絶対花開くと思うので、うん、それまでわかんないけどやるっていう地球遊びをするっていう感覚を持つとちょっと楽になりますよね。そうなんですよ、スターシードこそ、うん、このそこをねこう分かった上でこう何かしら行動してもらったら楽しめると思いますよね。そうですね、うん、わざわざだって地球選んできてるってことは結構ハードモード設定してる場合も多いじゃないですか。そうそうそう、ただね僕さっきねあのゲーム、もともとゲーム作ってたって話ね、はい、ゲームの世界で言うと自分がねこうプレイヤーとして遊んでる人であり、うん、キャラクターにもなってて、うん、でもそれを実は作ってるのプログラマーは自分だったよみたいなパターンなんでね、はい、だからそう考えたら設定の中にいきなり登場していきなりなんか最後のボス倒したってね、あのレベルいきなりマックスでっていうの面白くないんでね。そうですよね、はいはいはい、やっぱりなんかちょっとこう大変だけどこうなってわっていう感じの盛り上がりもね、うん、必要でしょうし、そうですね、なんかそれ私すごく、うん、なんかそれに気づくまでが大変だったりするじゃないですか、うん、なんで私だけこんな波乱万丈なんだろうとかって思うんですけど、でもなんか自分が好きなタイプのドラマとか漫画とかを考えた時に私すごいこうずっとうまくいかなくて最後にめっちゃめちゃ幸せになるのが好きなんですよ。あ、そうなんですか。だから多分それを体験したかったんだろうなっていう、ね、そうそう、そこでね心底ねなんか何か本当に何も苦労せずにいきなりこううまくいっちゃう人も確かにいるんですよね、うんうん、それってもしかしたら設定をそういう設定でやってるかもしれない、自分の人生のね。そうですね、そうですね。そう、でもなんか僕らっていうかねこうスターシードはなんとなくだけどちょっとこの地球の生きづらさみたいなのを一回体験してからのよっしゃみたいなパターンが多いでしょうね。本当そうですね。確かに、うん、あとなんか先に成功して、うん、成功したのにこう落ちていくのを体験してる人とかもいるし、あ、そっか、そこで、あ、ちょっとこの楽さをこう地球を楽しんで、地球を楽しんでるんだろうなっていう、ね、なるほどね、いろんなパターンありますね。いろんなパターンありますよね。はいはい、いやなんかすごい今日はすごい面白いな。実はね今回ね実はこのチャンネルの方でね、はい、こうコラボっていう形にさせてもらうので、はい、じゃあキコさんの方のね、はい、チャンネルの遊びに行っても大丈夫ですか。いや、はい、本当に私ヨシさん の、この普段発信されてることとかもすごくこうスターシードのお話だったりとかこう宇宙の話とかすごくされてると思うんですけど、うんうんうん、はい、私個人的にちょっとヨシさんのもうちょっとこうなんか、うんうん、一人のヨシさんとしてのこうなんかちょっとプライベートなところとかもすごくこうお聞きしたいなと思って、できっとその今日私お話しさせてもらったこととかも、うん、スターシードチャンネルを見られてる方って、うん、そのやっぱ生きづらさを抱えてたりとか、うん、なんかこう知識とかは結構入ってたりとか体験少しずつしてるけど、うん、でもヨシさんみたいになるにはどうしたらいいんだろうって多分思ってる方がすごくたくさんいらっしゃると思うんですよ。なるほどですね、私もなんかその一視聴者としてすごく気になるので、うん、ちょっとそこを教えていただきたいなと思って、うん、いいですか。何でも喋ります。じゃあちょっと皆さん、はい、ぜひ私のチャンネルの方に遊びに来てください。うん、概要欄にちょっと貼っておきます。ありがとうございます。お願いします。はい、はい、ということで今日はね、はい、スピリチュアル YouTuber キコさんにお越しいただきました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうだ、最後にではではって言って終わるので、はい、よかったらではではね、よろしいでしょうか。ではでは、いきます。それでは、はい、では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 、集まれ星の子たち、スターシードオンラインサロンキラとはいえみんな来てキラ